「こんばんは」「世界的危機」「真実の時会議に参加される皆様を歓迎します」「真実はとても重要で真実に基づいて行動する必要があります」「私たちの目の前にある問題は何なのかを考えてみましょう」「それらを正直に分析し私たちの価値観に基づいて責任を持って対処し」 私たち自身と環境のために最善を尽くす必要があるのです結局環境とは全ての生物全ての動物のことです私たちはベラの問題に敬意を持って取り組まなければなりません敬意を価値観の基本とすれば自然や環境を本来あるべき姿で扱うことができます私たちは汚しませんなぜですか それは敬意を払っていないなからですだから私たちが尊敬するなら私たちは汚しませんそしてベストを尽くすつまり価値をつけて心を込めてやる全てに感謝するということをすれば危機に対処するための基礎を築くことができますそして他人の話をおのみにするのではなく自分が直面していることを理解することがとても大切です 個人的な話になりますが、今回の危機に関して非常に重要な考えをお伝えします二酸化炭素排出量の話をしていますこれは、すべてのフォーラムのライトモチーフですが、私の意見では、二酸化炭素はただの気晴らしです私たちは、公害対策に力を入れる必要がありますなぜなら、公害は無駄以外の何物でもないからです 私たちが自由に使える貴重な資源の浪費です。したがって、汚染を防ぐことができれば、2つの理由から環境を尊重して扱うことになります。第一に、無駄を省いてより少ない資源を使うことです。2つ目は、積極的かつ予防的に、私たちの生活環境を改善することです。そして、皆さんに一番伝えたいことは、 自然は私たちを必要としていないということを理解する必要があるということです自然を必要としているのは私たちなのです私たちの周りの自然を大切にしなければ未来の子供たちが幸せに暮らせる場所を作ることはできませんありがとうございました